はロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロスキーズです。来たピロスキーズ。いや今日はね、ブラちゃんが来る予定だったのが、うん、東京来れないみたいな感じになって、うん、イケメンの二人を捕まえてきました。イエーイ。初めまして皆さん。初めまして。自己紹介していい？あ、自己紹介する。アセバンドのマーティンです。アセバンドのエムレです。イエーイ。イエーイ。イケメンコラボ。そこうろうろしてたら。そこうろうろしてたら、うん、出てくれって言われた。今日ブラちゃんの代わりだから結構ちょっと頑張って喋ってもらわないといけない。こんな感じだね、ブラス。はい、よいしょ。それでは今日は、はい、やることがなかったので、あら急に今日帰ろうかなと思ってたからな、もう先まで、ね、急なお願いしちゃったから、ね、急遽集まったから、急遽集まったから今日はスロットメーカーでトークテーマを決めたいと思います。よいしょ。ピロスキーズです。何回やんねん。いや、ちょ、笑い方笑い方違う。え、じゃあトークテーマを3個決めたいから、うん、すごいね、スロットになってんだね。ピロピロなってるから、うん、いくやってみる。いい、やって、やりたい、やりたい、いくよ。真ん中、ね、真ん中どうしてね。ぷい。普段からしている健康にいいこと。おー、これいいね。健康にいいこと、健康にいいことしかしてないんで僕。いやね、なんか YouTube チャンネルとか、なんか、ね、あの弟とかここまで広告一回入れますけど、そう広告入れるのね。ここでそんな覚えてない。広告入ります。それが何、普段やってる健康にいいこと。違うで、その内容の動画の中に確かに健康に良さそう。違うのよ。あやばい。で、その番組の中に、番組っていうかね、あの YouTube 動画の中にそういう健康にいいことを皆さんに紹介してる感じの動画を撮ってます。ムキムキでね、あの、じゃあ、ここでは話さないけど、そっち見てくれってこと。あ、ちょっとだけ言ってあげるから、続きはあっちの動画で見てねっていうこと。でもそうだよね、ちょっと、はい、今荒れちゃってたけど、ムキムキなんだよ。そう、ムキムキでね、上半身を出しちゃってるんですよ。これ、女子にはたまらない映像がたくさん。今みたいに動かしたら、ご覧ください。はい、ありがとうございました。健康にいいことは。え、みんなはなんか知ってる？健康にいいこと。睡眠じゃない？睡眠ちゃんと取ること、まず。え、ちゃんと取ってる？うん。でも、まあね、結構仕事上、早寝早くするもんね。そう。やっぱ、だから、9時とかに寝る。21時。3時4時起きだから。朝じゃないね、もうそれ夜中だ。あれちゃんあるよ、健康にいいこと。健康にいいこと、朝起きるときに、うん、ビタミン C のウォーターを飲むよね。なんかビタミン C のビタミン剤みたいなのをこう水に入れて、うん、それをあのお腹すかしてる状態で飲む。で、1日必ずサラダボールを食べて、一緒に野菜ジュースも飲むの、うん、でもさ、分かるんだ。野菜ボール食べるのは野菜ジュースじゃなくね。いや、いるんだって。いらないよ。それあんたの野菜が不足してんの。なんでやねん。自分は取んないな、野菜ジュース。野菜ちゃんと食べれる。どこ見て言ってるの。考えてる。カメラここについてんのかな。みんなもぜひ風邪ひかない。お試しあれ。風邪ひいてないね、ほんとに。あ、半年ぐらいひいてないな。そう、だいたい言った日に次ぐらいに引くんだよ、いつも。自分もいつも自慢してるけど、ちょっと怖いんだよね。なんかさ、引かないです。待って待って、なんか今日あった。すごい冷たいな、今日は。ねえ、ちょっとアレちゃんかわいそうだよ。いや、でもあんたのこと思ってるから。思ってくれてるのね。次行くよ、せっかくだし。あと2つあるからね。次で俺も話しなくなっちゃうよ。話したよ、最初に。チャンネルの広告しかしないよ、あれ。違ったの。あれ広告だったの。みんなで聞いてくんないよ。こっから始まるの。いや、話すよ。じゃあ、どうぞ。話さない。え、なんで話して。はい。あ、次行った。振られたら立ち直りは早い遅い。立ち直り、うわー、これは難しいな。多分ね、その付き合ってて振られてっていうのと、うん、付き合ってなくてそのまま告白した時に振られるのとまたちょっと違うよね。はい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 。自分振られたことないから分かんないね。それ自慢なのか。聞いてねえー、じゃあもし振られたらちょっとなんか傷つくの早く治りそうな気はする。だって自分のこと好きじゃない人に無理やり好きにさせるつもりはないと思いますし。そうそうそう、ただな、立ち直りそんな厳しいつもりはないしってすごい強い。もう付き合ってた時の別れた後結構残っちゃうかも。引きずるよね。やっぱあのなんか思い出はどうしてもなんかね、新しい思い出を作っていかないと、埋めていかないと、その昔の思い出なんかやっぱ絶対にね、例えばどっか旅行行った時のその旅行の思い出
ってその人としかなかったら、もうその人思い出すしかないみたいな。ずっとマーティンばっか見てさ、ずっと見てる、女子会になってる2人で。こっち来た、こっち来た。次行く。さあ、最後のトーク。え、これ、うちがいいよ、行っちゃって。もう止めたやんな。うん、じゃってちょうだい。せーの、はい、しょ。苦労話、はい、苦労話かよ。あ、でもあるあるある、苦労話がいっぱいある。いっぱいいっぱいある。アレちゃんは、あの東京に行きたかったのね、最初、はい、モデルになりたくて、東京に行きたいなと思ってて、そのためにはなんか貯金が必要だから、めちゃくちゃ仕事しましたね。掛け持ちとか。工場にも働いてたんで、アレちゃんが。車の部品を作ってました。マジで作ってそうだけどね。作ってそうなの作ってそう。工場の格好して、髪の毛くくって、ぐちゃ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 ってやって。下積み時代だね。ずっとやってて、もういろんなバイトやって、なんかコンビニも働いてたしね。へぇー。で、それ貯金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 して、で、友達誰一人いなかったのに、まあ、その一人だけ東京に出たっていう友達いたんだけど、なんか東京にいるこう知り合いっていうのがいなくて、はい、今更見て、今ね、今更じゃないわよ、ずっと見て、はい、恥ずかしいの。それでもう一からスタートだから、友達作るのもだし、そのそ、ね、なんか自分であの事務所探すのもそうだし、うん、でなんかバイト探したりとかで、東京ではあのレストランでバイトしたりとか、いろいろやってるね。まかないがうまかったな。まかないかい。その時はでも結構苦労したね、ほんまに、ね、いろんなねお仕事してね、お金貯めて、難しかったね。そのここに来るのも、なんか家借りるのも苦労した。めっちゃやっぱなんか外国の人やから、外見っていうのがやっぱ難しかったね最初。え、本当に日本にいるの？パパが本当に日本人なのね、ねねってすごいいろんな質問があって、保証会社っていうのもいっぱい使って、パパも使ってやっと借りれたみたいな。さて、二人考えましたか？なんでそんな黙ってるの？私自分のこと言ったよ、今自分のこと全部言ったよ、苦労したこと言ったよ。なんかしんどかったなみたいな、あの時はちょっとしんどい、結構頑張ったね、俺ちょっと頑張ったぞみたいな。自分家出された時が一番苦労した。 あ、家出された時、まあ、要は弟と仲良すぎて親と喧嘩したんですよ。で、大喧嘩して家出されてみたいな感じで、今は二人で仲良く暮らしてます。なんか苦労苦労と思わないタイプなんだよね、マーティン。バイトとかも楽しかったから、楽しくバイトしてるタイプだったよね。今、マーティンってチップのお兄さんやってるよね。うわおっほーって感じ。テリル恥ずかしいみたいな感じだよね。ジップで苦労話ってやってるけど、例えばジップでちょっとなんか朝結構早く起きたりする。早い、あ、朝起きるのは苦労話だね。ほらー、あったやん。やっぱどんなに早く寝てもやっぱ起きるのって辛いじゃん。一番なんか早くて何時くらい起きたりするの？2時。起きてないでしょ。朝ちゃうやん。寝てないって感じ。寝てない。苦労話ってことでもない。でも朝起きるのはやっぱ自分との戦いだよね。もう自分自問自答、自分自問自答しながらね、頑張れ頑張れって思いながら起きてる、いつも。という感じで起きてんの？え、でもさ、ロケ先とかアラームないじゃん。携帯だけで起きてる。携帯、やばいよ、もう。2時間前から5分に1回かけて。あ、でもそれよくするやつ。うちもさ、朝すっごい起きるの苦手やから、もうアラームとか5時5分、5時10分、5時15分、5時20分っていうのを、ね、結構40分まで全部5分ずつやってる。なんか、マーティンの苦労話だけなんか軽くない？2人ともなんか、素敵な話なのに。あ、素敵な話なの？素敵な話じゃないですよ、家追い出されてる。あ、でも今その食リポをねさせてもらってるんだけどね、毎日。うん、え、ちょっとじゃあやってみて。最初は苦労したかも。ちょっとやってみて。じゃあこれなんかこれってこれをどうやって食リポサラダだと思ってパンダ。いや、じゃなくてサラダ、サラダ、サラダね、パンダに似てるサラダですね。そう。あ、どうですか？書かない方がいいかもしれない。ちょっとあれだね、可愛い形になってますね、このサラダ。早速食べてみますか。お願いします。でもね、食べるのもっとないんで、今日はこのまま見て終わりだと思います。イエスマジン、そんなことやってるの？どう、今日マーティンエムレはピロスキーズ合格？マーティンエムレ入力テスト。マーティンエムレ、そうだね、そうだね、なんか新しいよね、これ。これピロスが焼きもち焼いてきたらどうしよう。